ついて今日県内では過去2番目に多い4704人の感染と8人の死亡が確認されました感染が確認されたのは仙台市発表分が2387人県発表分が2317人の合わせて4704人です仙台市以外の保健所別で見ると最も多いのは仙南保健所で331人